様、尾びれはね、優しく撫で下ろすようにするの。尾ひれ？あなた何者？あたい、金魚なんです。いいこと、おじさまたちの一月があたいの一日なの。あっという間におばあちゃんだわ。短い人生は楽しいことでいっぱいにすべきよ。それで何もなさらないなんて。おばさま、幽霊でしょ。芥川君と夢を見ていたよ。破れかぶれが昔から君のいいところだよ。グッラーク。おじさまのお腹の中が恋しくて出てくると寂しいみたい。まるで君をはらんでるみたいだな。これは人と金魚と幽霊が織りなす艶やかで濃密な恋の物語。人を好きになるということは楽しいものでございます。蜜の哀れ。そんな強くいじっちゃダメ。